あとチラシが見たい、チラシが欲しいっていうところもあって、まあ、一応新聞は取っております。さあ皆さんこんにちは。名古屋の自衛門は塩釜うちを走行中。豚骨ラーメン山ちゃんやっとるよ多分。その横はコインランドリーシャボン。まあこの通りもご多分に漏れず家が随分建て替わっております。ただまあちらほら昭和レトロ物件残ってますね。ちらほらだけどね。この先にあったよね。あ、ここも昭和レトロ商店長屋といってお店ほぼ入ってないな。ここだ。この左側、このアパートは古いね。ここね、表通りから見た方がよく見えるね。何も学生アパート早漏という作りでいいよね。これはもう屋根がねひん曲がっとるな。屋根というか軒差し、日差しがね。今日は4月の下旬、日差しは結構まあまあきついですけど、意外と風が冷たいので西高東低の気圧配置だったかな。今週はわりかしね風が冷たいです。不思議な感じ。だいたい4月終わりぐらいになるとね、こうだいたい暑くなってくるでしょ。もう5月の連休なんて結構なもんですけど、意外と今日は風が冷たい感じ。今日はどこ行こうかなと適当に走ってます。今日もね、昨日はちょっと山の中を歩き回っとったんで、若干お疲れ気味でございます。お疲れ気味のところどこ行こうかなと思いながら、まあ昼ぐらいからね適当に走ってますけど、あれ昭和レトロだな。この通りはね全然走ったことないね。ちょうど右手には雪山ですね。ここはもう右手に見ながら西に向けて走行中。どっち行く？こっち行ってみっか。かつての天白模型の裏あたりですね、北側あたりですね。若干レトロ物件があるな。お、一軒向こうにあったな。ここか。はい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 、このあたりはありますね、レトロ物件がね。こことかね、ここレトロ地帯、ここね、ここもあるよね。完全昭和、いいね。昭和の雰囲気漂っとる。こっち側もそうだね。右側も完全に昭和ですね。いいね。さあそんな昭和の息吹を感じながら、どこへ出た？音木山、三尾木山のところへ出たか。意外とこう一本裏手は車が少なくて走りやすいんですが、逆に言うと水道ガス工事やって、その後道路が継ぎはぎになってる、掘り返した後アスファルトで新たに埋めてっていう、この継ぎ目がね結構あってね、かなり上下動振動しております。今このカメラ上ではわからないかもしれないけどね、車体は めちゃめちゃ揺さぶられてます。今日はね例の水穂プロジェクトをちょっと見に行こうかなと、こっちの方来たもんで、進捗状況どうなっとるか気になっとるというご要望ご要請もいただきましたんで、今日は久々見に行ってみたいと思います。勝手な推測ですけど、意外と進んでないんじゃないかなという気がしてます。やっぱりね、基礎を作るのに結構、最近の建物に限りませんけど、やっぱり時間がかかるので、基礎できるまではなかなかこう進捗が分かりづらい、そんな感じがしますね。なのでおそらくですが、あまり変わってないだろうなと。ブロン基礎部分の工事ってのはね当然いろいろやってるでしょうけど、目立ってこう鉄骨が立ち上がって建屋ができつつあってっていうことはおそらくないのかなと勝手に推測してます。あの花はなんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃだよねこれ。愛知県、岐阜県の一部と長崎県、対馬だったっけ、にしかないらしいですね。日本固有の花の木もなんか少ないってこの前どっかで見たな、山の中の札で。まあ確かに花を見るとなんじゃもんじゃ、なんじゃこりゃっていうね、そういう風に見える花ですよね、あれは。さあ個人的にはこれをまっすぐ上がっていってみたいんですけど、とても今日はそんな気力がございません。遡る気力一切なし上がってもまた降りなあかんしね。で、水穂プロジェクトのとこって大気町の辺でしょう。結局坂登らんといかんね、山の上だから。そうなるとね、ここで登るのは結構きついから断念します。コーヒー量しまっとるな。さあ昭和高校野外演舞場新築工事なんて書いてあったね。野外演舞場ってなんだ、野外演舞場、土俵でも作るんかな、野外演舞場って。あとは何、弓道場みたいなやつとか、
何でしょうね、ちょっと謎ですけど、竹見町4丁目さあ、弥富幼稚園の前を通過。まあ保育園幼稚園、社会福祉法人もそうですけど、宗教法人やってるケースが多いですよね。で特に寺院仏閣、寺院仏閣の類、愛知県が一番多いって聞いてますね。京都よりも多いってお寺さんがね、面白いよね。さあこっからどう行こうかな、いきなりまた坂道があるからな、ちょっと気が重くなってます。とりあえずそこまで行って、そこの擁壁の手前で左に曲がろうか。このまま登っていくとすごい急坂だで、ここで曲がります。さあ八戸通り3丁目の交差点まで来ました。今日はね車少ないね、全般的に。天気はいいから多分皆さんレジャーに出かけとるね、これは。どうやらそんな気がします。非常にね、まあ八戸通りもいつも車多いですけど、もう少ないね、絶対量がね。やっぱり珍しくちゃんと止まっとるね。ちょうど今八戸通りのガストの前を通過をしましたけど、最近皆さんガスト行ってますかね。まあガストといえば、まあお値打ち、お安い価格で長居できるっていうね。でドリンクバーを飲みながら気の合う仲間とワイワイやるにはいい場所でした。ですね。最近私もほぼ利用してないですね。コストパフォーマンス、いわゆるコスパが悪いから値段だいぶ高くなったもんね。洋食系の、まあ、レストランチェーン、まあ、例えばブロンコビリとか浅熊とかステーキの宮とか、まあ、爽やかもそうですけど、まあ、おしなべて見てみると、だいたい客単価はやっぱり1,500〜1,600円はしますよね。500〜700〜800円ぐらい、まあ、その辺を想定してるんでしょうね。客単価としてだいたいそれぐらいになっちゃうね、一通り注文すると。って考えると、ガストは何が良かったかというと、そこまでしなかったんですよね。やっぱり客単価として結構割と安価に収まってた、その点が良かったんですけど、残念ながら最近は非常に客単価が上がってきて、その金額で、かつての金額では収まらない。あれ、ガストでこんなにするんだっけっていうね、いざお金を払おうとした時にちょっと驚くような、想定外みたいなね、まあそんな印象を抱いちゃいますね。でまあ私もちょっと時代に合わないんですけど、なんとなく新聞を取っておりまして、新聞そのものというよりは、まあ世の中の一応の動き、あとチラシが見たい、チラシが欲しいっていうところもあって、まあ、一応新聞は取っております。いつもここが抜けていますね、はい、昭和レトロありますよ、今日も健在です。